皆さんこんにちは、おーちゃんねるです。よろしくお願いします。さあ今日はですね、スマホ PC のね、お話をしたいと思います。私は目が不自由で、近くのものが見える程度の弱視なんですけどもね、まあ私の世界、視覚障害者、パソコンとかスマホもちろん使います。で、私たち普通にパソコン使いますけども、まあね、全盲の方なんかは特に多いと思うんですけども、スマホ PC はね、音声を読み上げる機能っていうものがついています。まあいろんなソフト、があるんですけども、まあ一番有名なのはね、 Windows とか使ってる方だったら PC トーカーというね、高知システム開発という会社がね、作っている音声を読むソフトがありますけども、まあ、こういうものすべてね含めて、スクリーンリーダーというふうに呼んでいます。で、例えばですね、これ私が持っている iPhone ですけども、これまあメールの画面を出していて、こうやって文字をねこれ適当に打ったんですけど、まあ、ご存知ですか、スクリーンリーダーと書いてありますけども、例えばこれをこれ全部選択すると、まあ、このように項目が出ますよね。コピーとかカットとかで、これをちょっと項目をもうちょっといじっていくと、ここですね、読み上げっていうのが出てきます。ボンと押してみますね。ご存知ですか、スクリーンリーダーね。もう一回やめましょう。ご存知ですか、スクリーンリーダー。これだってもちろんね、スクリーンリーダーの一種ですよね。まあ iPhone だったら Siri の声が入ってますけどもね、ボイスオーバーっていう機能がついていて、iPhone の操作を全部読み上げてくれるっていう、まあ、機能があったりとかもします。まあ、昔に比べるとね、今だいぶね AI の技術も発達して、読み上げの精度っていうのがすごい上がってきました。でもそうですね、私が、学生だった頃、今からもう20年くらい前ですね、当時はね、結構読み間違いとかも多いのでね、なかなか、まあ、使い勝手が完全にいいというわけではなかったというものをちょっとご紹介してみたいと思います。簡単にね、ちょっと手書きで申し訳ないんですけど、ホワイトボードにまとめてみました。例えば、まあこれはね結構一般の方でもね多いと思うんですけども、これ辛い辛いね、同じ読み方をしますよね。だから例えば、私は昔とても辛い経験をしましたとか、このラーメン唐辛子が多くてとても辛いんですとかね、本当は逆の読み方をしなくちゃいけないけど、まあこういうところをね、今の技術であれば文面を読み取ってね、辛い、あるいは辛い、まあ、どっちの読み方が適切かっていうのは判断するのは容易だと思うんですけども、まあ、昔は結構これ大変だったんじゃないかなと思います。で、次、これ言ったまたは行ったですよね。で、例えば今日はみんなで遠足に行ったって読んじゃう場合もあるんですよね。これはまあそうですね、まああまり行ったっていう読み方はね、普段使いではあまりしないですかね。まあ行ったっていう方が多いでしょうかね。あとは、例えばこれ東北本線って書いてありますけども、まあ普通に読めると思いますけども、これ一昔前はどういうわけだか東とこの後ろの部分で区切って読んでいて、これ東北本線って読まないで東北本線っていう風にね音声読んじゃうことがあったんですよね。そして、今度はこれ川越南と書いてありますが、これ音声で今はちゃんと読むと思いますけども、昔はこれ川ベトナムって読んでました。なんでかっていうと、この川っていう字を除くと越える南で、まあ、ベトナムって読むんですよね。なので川ベトナム、でもこれ川ベトナムって読むより川越南って読んだ方がまあ正しいっちゃ正しいんじゃないのかなと思うんですけど、ね、でそしてアルファベットとかローマ字もねちゃんと読むんですけども、まあ、中にはちょっと癖がある読み方っていうので、例えばですけども、これ山手線、山手ラインとこれ書いてありますけども、これこの山手ラインを音声で読ませると山の音ラインと読んじゃうんですね。まあ、山はいいんですけど、 NOTE を、まあ、ローマ字だとのてなんですけどね、これアルファベットだとノートですもんね。だから山ノートラインって読んじゃうっていう、まあ、こういうこともあったっていうのがね、今でもね技術がだいぶ発達したので、こういうことはなくなったからね、まあ、一昔前こういう現象もあったよっていうね、ご紹介をさせていただきました。というわけでね、今回は、パソコンとかスマホ、では欠かせないスクリーンリーダーのね、ちょっと昔のね、こぼれ話的なものをお話しさせていただきました。というわけで今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。